採集できたワインだけじゃなくて、やっぱりこれ1本できるのに当然1年間の苦労があって、ブドウができて、それにはやっぱそれができる地域があって、いろんな方々が動いてるわけじゃないですか。それはやっぱり見てもらいたいというか、感じてほしいですし、ただ飲んじゃうとわからないですけども、まあ、そういう、まあ、地域とか風土を感じてもらいたいなというのはありますね。山梨のワインを取り扱い始めて、その当時は全然この辺で飲める店がほぼ一軒もない状態です。でも地元の人たちは飲まないってなった時に、やっぱり県外から人に来てもらう、そういう人の流れを作って、そういうことのちっちゃなマーケットを作っていこうっていうふうな考えで始めました。特別な時間だと思います。その来る人にとっては産地で飲むことって、この風を感じながら飲むとか、この景色見ながら飲むとか、地元の人と喋りながらワイン飲むって、それって高級レストランに行っても絶対経験できないことなので、観光地だけを回ってバッと帰ってしまうではない、新しい形のその旅なのかなって。で、実際に回ってみて思うことは、参加している方々の文化度がすごく高い感じがします。回ってみた自分の中の感覚としては、こんなイメージの方たちという仮説は個人的には立ててたんですけれども、実際では確認する術が一つもなかった。これは良くないことだなと思ったんですね。でも均等にやることによって、やっぱりそのもっと数字がデータが明確に、どこから何歳ぐらいの人が何回目で日本のワインをどのぐらい飲んでいるとか、そういったこう質問事項をどんどん付け加えることによって非常に明確に見えるようになってきたというのは、現実をちゃんと見れるようになりました。キントーンを使ったデータは、ワイナリーさん、そして、企業、大学、そして仲間内でいうと、旅行代理店などが、自分たちの新しい商品作りに使ってます。アンケートの中で、ワインは好きなんですけれども、で山梨のワインはまだ、あまり飲んだことがないという方も多かったんですけれども、そういう方々にやっぱり畑とかを見ていただいたり、少人数で、なんていうか、そういった方々との、交流とか、質問もじっくりできるようなツアーを年間通して一応企画しています。ワインっていうのは日々というか年々こう変化していく、栽培家とか醸造家が取り組みは毎年毎年変わってくる来てますので、過去のデータを照らし合わせてこういうふうになっていくんじゃないかという予想はできると思うんですよね。厳しい人が増えてきたっていうのは思いますね。プレッシャーもありますね。だから下手なものは世には出せないですね。だからそのために僕らもまだまだ勉強が必要だしですね、飲み手が育てば僕たちも育てられるので、いいことだと思ってますね。